江戸時代、離婚を望む女性たちが駆け込む寺があった。駆け込み成就！縁切寺の東慶寺。おいっ子の進次郎です。門前の離婚調停所で事情を調査。わけわかんねえのど真ん中だ。辛い目に遭った女ですが、余計おるもんですね。思いっきり笑ってほろりと泣いて、駆け込み女と駆け出し男。